時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君宏と争わない弁護士工藤敦子です。今日もよろしくお願いいたします。この番組は日曜日の憂鬱な気分を希望に変える内容の番組となっております。最後までご視聴よろしくお願いいたします。また番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス宛先は 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いします。YouTube でも同時に配信をしております。YouTube から入っていただいて FM ギノワン日曜日の憂鬱と検索していただけるとご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。お願いします。はい、はい、ということで、今日は最後ですね。1月最後の日曜日ですね。はい。29日。寒いですね。寒いですね。寒いです。はい。ここ1週間ぐらい寒いですよね。はい。東京は寒いですけど、僕、札幌に行ってきたんですけど、半端じゃなく寒いです。もう、冬、真冬の北海道初めてですけど、すごい寒いですよね。寒いという次元を超えた寒さですね。まあ、ただ室内は暖かいんで、逆に、ね。まあ大変だなっていう。そうですよね。さすがにね、はい、沖縄も寒いですもんね、1月はね。1月も寒いですね。はい。さすがにこの辺りはですよね。なんか、ただ沖縄はもう3月から冷房入れるとか、結構。という噂を聞きましたね。もう本当にだから、もうあと一つとしたらね、冷房の季節なのですっていう。はい、石垣島は2月って衝撃ですよね。早いですよね。羨ましいですね。衝撃の、はい、ね、寒いの嫌いな仲間さんとしてはね、羨ましい。もう、はい。はい。はい。で、今日も、素敵なゲストさんがいらしてるんですよね。はい。ちょっと後ほどご紹介させていただきますが、まずその前にですね、はい、一曲お聴きください。コーラルフリーさんでパレットです。はい。ですね、本日も素敵なゲストをお呼びしてますので、ご紹介をしたいと思います。本日のゲストはですね、東京都内でボローニャのデニッシュパンの製造販売の会社の、取締役をされています。前城よしやさんです。前城です。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。こんばんは。よろしくお願いします。こんばんはですね。よろしくお願いします。まずね、この、ちょっとお聞きしたいんですけど、ボローニャのデニッシュパンっていうのは、どういう、ボローニャ、イタリアに関係があるパンなんでしょうか。そうですね。厳密に言うと、言っていいのか悪いのか分かりませんけど、ボロッと儲けてにやりっていう意味です。ああ、なるほど。あ、言っちゃった。大丈夫かな。で、先代の社長が言ってたのを聞いたことがありました。はい。素敵なネーミング。まあ、実際は祇園っていう京都のですね、祇園の夜町のこうお土産で、まあ、デニッシュパンというパンをですね、今から20年前ぐらいに、はい、販売して、まあ、祇園では、舞妓さんも並んで買うっていうことでですね、まあ、または別名、罪滅ぼしのパンって言われてて、お父さんが祇園で遊んだ帰りのお土産で使われたっていうところから火がついた、人気商品になります。はい。なるほど。面白いですね。面白いです。なんかこう、特徴としては、缶に入ってるですよね。そうですね。今は缶の商品も人気はあるんですけども、当時はデニッシュパンって大きな三銀パンっていうパンだけを販売しててですね。はいはいはい。これを
今ですと結婚式の引き出物の引き出しだったりですね。まあ、はい。都内も参加、大きいとこだと明治記念館さんとか椿山荘とか公園っていうような式場であったりとか、あと全国のホテル式場に800カ所ぐらい、まあ、卸をしたりして、今、全国展開をしている会社です。はい。おお、すごい素晴らしいですね。なるほどね、素敵。で、ちなみにこの創業当初から、もう会社で一緒に立ち上げをやったみたいな感じになるんですかね、前城さんは。そうですね。私の方は、当初、一般サラリーマンの営業職として入社をしまして、まあ、そうですね。デニッシュパンばっかり20年営業してきたっていう感じです。当時は京都に住んでたんですけど、まあ、本社が東京に移って、そこから東京でも、パンを売りまくったっていう20年間でしたね。はい。ああ、なるほど。はい。あ、そっか。今日は、でもちょっとご紹介の時に言うの忘れてたんですけど、前はい。城さんは沖縄の出身なんですね。沖そう縄ですのよ。出身なので、今日ゲストに、はい、呼んさで、い。ちょっと気を抜けて。そうはい。ですね。沖縄からじゃあ、どういう経緯で、その京都、今東京ですけど、行かれ、経緯、はい、どういう順路というか、はい。それはですね、実は僕、沖縄にですね、大学卒業して戻ってきた時にですね、就職沖縄でしようと思って活動してたらですね、うちの、お母ちゃんにですね、沖縄から出て行きなさいって言われて、ちょっと沖縄風に言ってるんですけど、沖縄から出て行かないと沖縄の良さはわからないよって言われて、それで、じゃあどうしたらいいのって言われたら、ちょっと待っときなさいって言われて、お母さんの、うちの母の知り合いの、と、今の現、あ、もういないんですけど、ボローニャの専務の方を、おつなぎいただきまして、あの人の、カバン持ちになって、一回京都に行きなさいって言われて、そのまま叩き出されたっていうのが、僕がこの会社に入った流れになります。はい。なるほど。なるほどです。で、最初、京都にいらしたっていうことですよね。そうですね。3ヶ月しか厳密にはいなかったんですけど。そうなんではすい。ね。そこでどういうお仕事をされてたんですか？あ、そこでですね、まあ、ルート営業みたいな形で、お店、パンを納品しに行ったりとかですね、まあ、スーパーさんに卸をしてたので、スーパーで試食販売をしたりしてたんですけど、京都商売ってですね、大きにって言わないといけないんですよ。はい。なので、そうしないと相手にしてくれないから必ず言えって言われてたんですけど、僕沖縄人、県民じゃないですか。だから沖にがちょっと言いにくくてですね。沖縄では絶対使わない言葉なんで、それを言うのがすごく大変でした。はい。そうなんでそうすなんです。はね。い。その京都の3ヶ月を経た後はどちらに行かれたんですか？そうですね。そこから本社を東京に移すっていうことでしたので、東京の神田錦町っていうところにその本社が移りまして、まあ僕も、もちろん東京に行く形になったんですけど、まあ、その時の給料が13万円と自転車しかもらえてなかった当時ですよ。ちょっと信じられないです。今じゃ信じられないんですけど。それ何年前くらいです本当にですね、20年前ですね、ちょうど。はい。か？すごい。20年10前。年前で13万は結構きついですね。きついですよね、自転で車と。で、僕、沖縄を出るときにですね、必ずビッグになって帰ってくるよって友達に言ってたので、東京で13万円と自転車で全然格好悪くてですね、誰にも何も言えなくって、友達の家に転がりながら一生懸命パンを売るっていう生活をこう、しばらく続けていたっていうのがエピソードになりますね、はい。すごい。でもそこからね、取締役になられるっていう、もうサクセスストーリーですそうですね。すごいですね。ありがとうございま3す。万円からね、はい。なので、営業が長かったっていうのもあったんで、東京ではですね、売り方があってですね、沖縄っぽい喋りで行くと、なんですか、こう、保護と
とは言わないですけど、大丈夫ですかって言われるんで、まあ、それを利用してよくパンを売ってたっていう、ちょっと悪い感じなんですけど、それがあって、スーパーでおばあちゃんたちに引っ張りだこでしたね、本当に。だからスーパーで食販売をすると、いろんなおばさんたちとかが集まってくれて、パンを食して買っていっていただけるっていうことが多くあったっていうのもあって、僕は実はこのボローニャのパンは日本で一番売った実績があります。はい。でもすごいですね。20年前はこんなに全国展開してないけど、この20年間で前城さんの営業の活躍があって、今のいろいろな、こう、著名なところに卸ができるようになってるってことですよね。まあ、そうですね。はい。なぜか、なんですか、沖縄から来たっていうので、あまりこう、気兼ねなく、新規の飛び込み営業っていうのは僕は特に好きだったんですけれども、なかなかこう、保険屋さんでノックしてですね、何々保険ですけど、保険いかがですかっていうと、大体追い返されることが多いとは思うんですが、ノックしてですね、パン屋さんなんですって言うとみんな首をかしげてドア開けてくれるんですよ。そこまで行ったらもう僕の勝ちですね。はい。ですね。ということで、こう、ガンガンこう、新規開拓っていうのを若い頃はしていきましたね。はい。それで今のその会社の方で、ちょっとね、最初に仲間さんが缶っていうお話をしてましたけれども、今その取り組んでらっしゃるところで、一番こう、何ですかね、皆さんに知ってほしいところをお伝えいただければと思います。ありがとうございます。そうですね。さっき仲間さんがおっしゃってた缶の方なんですけれども、今、もともとさっき言ってたこう、デニッシュパンっていうのが流行った後にですね、当時で言うと2007年、2004年ですね、新潟の中越地震がありまして、その時に工場がですね、新潟の柴田っていうところのエリアに工場があって、この大きなデニッシュパンをですね、被災者の方に運ぼうと思って持っていく、行ったんですけれども、賞味期限が7日間しか持たなくって、全部腐らせて捨ててしまったことがボロニアとしてありまして、まあ、身近な人も助けられないのかっていうところから、じゃあ、美味しくて長期保存できるパンを作ろうよっていうところでですね、大体3年ぐらいこう、開発に時間がかかって、まあ、発売をしていったっていうのが、まあ、3年半持つデニッシュパンが入った、まあ、缶詰パン。っていうカンデボローニャっていう商品を2007年から発売してます。はい。ただ当時は乾パンって聞くと、工藤さんも仲間さんも、硬いクッキーのようなイメージをすると思うんですけど、缶の中にパンが入ってるっていうことをですね、お客さんに伝えるのがすごく難しくてですね。そうですね。はい。なんか缶パン売ってるんですって言うと、硬いやつっていうイメージが強かったんですけど、なので当時2007年から2011年までは全然売れなくって、月に1000缶ぐらい売るのがやっとでしたね。ただ、はい。そこから2011年の3.11が来まして、で、その時に、まあ、商品が大ブレイクするといいますか、まあ、東北に、非常食のパンをですね、何万缶もちょっと送らせていただいたことがありまして、なのでそこから缶の中にパンが入ってるっていう認識がどんどん広まっていったっていう形になります。なので、2007年の時は毎月1000缶売るのが大変だったんですけど、実は震災以降は毎月10万缶注文おお、が来するようごいにです。なりました。はい。ただそれは本当に遠くの震災の被災者さんの方からのお電話とかお声をいただいてるんですけど、やっぱりこの地震の時にこう気持ちが病んでる時にこう美味しいものを食べると元気になるっていうところで、その缶詰パンをありがとうっていうようなお声をすごくいただいたので、中越地震ではできなかったんですけど、東北の震災の時にはいろんな被災者の方に美味しいパンを食べていただけたっていうのは、まあ会社にとってすごくまあ頑張ってきた甲斐があるなっていうふうに思って商品です。はい。なんか全然その乾パンっていうのは、はい。もともとそのデニッシュパンじゃなくて、乾パンっていうのは、その缶に入ってるパンっていう意味の名前の由来なんですかね。それとは関係ないです。なんか乾パンってもああいう硬いものっていう、缶のパンっていうイメージじゃなくて、そう乾パンっていう一つのものっていう。そうですね。はい。
いや、なんか今聞いて、あ、乾パンってそこから来たのかなっていうのをちょっと感じたんで、なんか、そこで誤解があって、あった。確かに。それ仲間さんの言う通りかもしれないですね。乾パンって言ってもパンが入ってたわけでは実際ないので。そうですね。はい。缶に入ってる、あれが缶、あれじゃなくて、もう、あれ、1個の商品としてあれ、乾パンっていう感じです。多分そういう名称だと思います。でもうちの商品は缶詰の中にパンが入ってて、乾パンって略して、合わせて呼んでたんですけど、やっぱりお客さんのイメージは硬いお菓子の、はそうですね、そうい、イです。メージですよね。はい。なるほどなと思って。そう確かなん。に、確かに。だから、こんなに乾パンについて深く考えたことなかったですけど。そうですよね。そうですね。そうこういいうう、か、そうそうそう。パンなんなか誤の解か。が起きると思って。確かに。乾はい。燥してるパンなのかなとか思いながら今聞いてて。ああ。そういう意味では、その震災以降ですか、その企業備蓄があったりとかですね、僕らは震災のために作ったパンだったんですけど、台風とか大雪とか大雨とか洪水とか、震災以降いろんな、九州の地震もあったんですけれども、いろんな災害、自然災害ですね、コロナとか、そういう災害に対して国民の方が非常食を備蓄していただけるっていう文化が、日本には今結構広がってまして、そういった意味で実は東北の震災の今、現状ですね、2.5倍ぐらいの、出荷をしてるっていうことで、年間で言うと今250万缶ぐらい出荷をする商品アイテムとして、成長していってるという形になりますね。前城さんのところって、その缶にもいろいろこうデザインを施してくれるっていうお話が、ありますよ。はい。そうですね。ボローニャ、私もそうなんですけど、やっぱりこの非常食、皆さん震災の時にですね、被災者が食べて美味しいっていただいたパンをですね、もっと世の中に広げたいっていうところと、あと、どんな形で、皆さんが非常食を持ってるっていうことが大事でですね、持ってたら、昭和の助け合い文化みたいな感じでですね、誰かが困った時にみんなで、日本国民が送ったら、非常食って、もっと生きてくるのかなと、助かる命も助かるんじゃないかっていうこともあってですね、全国民に非常食をどう広げていこうって考えたときに、非常食っていう重たいワードよりはですね、もっと手軽に扱ってもらいたいって思いからですね、缶詰のラベルをですね、皆さんのロゴとかデータをいただいてオリジナル缶を作れるっていうことを、商売にしました。それによって、例えば、工藤さんとか仲間さんからいただいた、写真とかロゴをですね、一巻から作って、販売をしてるっていうスタンスを取らせてもらってます。これは特徴なんですけど、例えば、私、前城の写真をですね、缶詰にしたものを工藤さんにお渡しすると、工藤さんは、賞味期限は3年半あるんで、なかなか捨てないっていう 捨てない反則としてよく使われています。僕の写真なんで捨てにくいとは思うんですけど 一応僕は終わった後は食べた後に鉛筆立てにしてくださいっていうふうにお伝えはしてるんですけど。確かにいいですね。はい。なので、そういった意味のノベルティ性がかなり強いっていうのもありまして、本当に大きい、ディーラーさん関係であったりとか、家電メーカーさんから注文をいただいて、これを販促、ノベルティでお客さんに配るっていうようなビジネスも、最近は展開してます。それを、はい。それを一貫から作れるっていうことで、今、中小企業さんで、結構注文をいただいてるっていうことがよく多くありますね。はい。でもなかなか一貫から作ってくれるってないですよね。普通大体、100とか、最低でも100でしょうみたいな感じですかね、大体。そうですね。100巻とか500、1000とかっていうロットがやっぱオリジナルって多いんですけど、うちはもう、版題も印刷代も込み込みで1巻から作ってるっていうのが特徴になりますので、すごいです。すごいリスクなく扱えるかなと。で、結局それを、中小企業さんがいっぱい使うことで、配ることで、日本国民の缶詰を持つ、比重が上がり、何かあった時にみんなで送ろうっていう体制が日本で取れたらすごい素敵な国だなっていうふうに僕は思ってますね。はい。ちなみに一貫おいくらなんですか？あ、えーとですね、一缶ですね、今オリジナル缶の方ですと、
3年半と5年半と商品が2タイプあるんですけれども、3年の方がですね、税込みで594円です。で、5年タイプが、648円ですね、1巻から安いいきまです。すよはい。ね。だからよく最近ですとですね、敬老の日とかにお孫さんの写真を撮って、おじいちゃんとかおばあちゃんに送ったりとか、あとは結婚式のラベルに、新郎新婦さんの写真を入れたものをプチギフトとして配ったりとかですね。あとはワンちゃんの写真を入れて、ワンちゃん同士の、仲良しのお友達に、プチギフトとして送ったりとか、いろんな用途で皆さん結構使われてますよ。はい。ちなみにその3年と5年っていうのは何か作り方が違う？そうですね。作り方は、そうですね。3年半持つタイプはデニッシュパンが入ってるんですけれども、5年半持つタイプはブリオッシュパンって言って、まあ、製造工程がちょっと違いますね。はい。もう種類がそもそも違うってあ、ことです違いますね。なので、実は5年半のパンも結構美味しいんですけど、ボローニャって聞くと皆さんデニッシュパンのイメージが強いんで、なので、なぜか3年半の方がよく売れてるっていう。でも5年って結構長いですもんね。ちょっとスまパあまあ、ンで考え長いですね。はい。忘れちゃいますよね、5年。はい。3年だと、そっかっていう感じですもんね。そうですね。なので、意外と、買った人、2パターンあってですね、大体のお客さん、賞味期限に食べる人が一見多そうなんですけど、実は7割ぐらい小腹が空いてすぐ開けて食べる人が多いんですよ。なんかわかる。はい、わかる。わ かる気がする。なんか食べたくなりますよ食べね。ちゃう。そうなんです。はい。それこそ本当非常食として買うっていうよりも、なんかちょっと最初興味本位で買っちゃもう、うパターンが多いのかなって思います。なんか珍しいじゃないですか。そうなんですよね。デニッシュパン入ってるなんて。ね、嬉しいですよね、はい。だから夜近中くも。に置いてると、もう小腹が空いて開けて食べちゃうパターンですから、結構このパターン多いですね。まあ、それのおかげでリピートしていただけるっていうのもあるんですけど。そうですはい。ね。まあ、ぶっちゃけ3年半持たされたらちょっと困りますそうですね。ね。早めに食べてほしいっていうのはありますよ、メーカーとしては。はい。そうですね。そう、前城さんがその沖縄から出られて、今東京にお住まいということですけれども、こはい。の、なんだろう、今後こう沖縄に帰っての夢みたいなこと、そうですね。沖縄どんなでこどとうあれ思ば。い。いいですか？夢語っちゃって。はい。まあ僕、そうですね、東京に出てきて、さっき13万円と自転車って言ったんですけど、僕が唯一そうですね、感動したっていうか、沖縄から東京に出てきてですね、まあ、東京のソメイヨシノの桜ですね、4月に咲く桜を見たときに、今まで僕はと物心ついて泣いたことなかったんですけど、なんでか涙が出てきて、すごい綺麗だなって思ってですね、沖縄ではピンクのね、八重桜は咲いてるんですけど、東京のソメイヨシノの方がやっぱ綺麗だっていうふうにちょっと思って、まあ、これは悔しさだったり、東京から、まあ、寂しさだったり、東京で一人ぼっちでいるっていう思いもあったとは思うんですけど、今はもうこの桜を見ると、毎年見に行ってるんですけど、まあ、ニコニコしててですね、実はこの桜をですね、沖縄に、まあ、持って帰って、将来、山を一つ買って、桜を全部植えて、花咲かじいさんになりたいとリアルに思っております。はい。これが僕の夢ですね。山が一つピンクですね。山全部ピンクの山に染めたいっていうのがあって、ただそれが叶わなかったらお金がなくて、工藤さんと仲間さんに連絡しようと思います、ね。桜買ってくださいって。花咲かじいさんずばあさんずでもいいかなとは思ってます。まあ、そのぐらい誰かが、僕らがいなくなっても誰かが集まるような場所になってくれたらいいなって素敵なお話かなと僕は思っております。はい。ですやっぱね。り沖縄はいいとこですか？沖縄は、はい、メンソーレですね。はい。メントル。最高の場所ですね。はい。ぜひリスナーの皆さんもね、木一本ずつ買っていただいてね。あ、そうですね。はい。花咲かじいさんずばあさんずで、はい。次の世代の子供たちが、喜んでもらえたらいいかなと思ってます。そうですね。まあ大体そのもうそろそろ場所を山張っとかないといけないですね。その買う場所。そうですね。
やんばるに、名護に買おうと思ってます、僕は。あ、なんで、すはい。ごい、名護なんですね。そうなんですよ。ちょっとうちの母が名護出身だっていうのもあってですね。山を持っている方いっぱいいらっしゃると思うんで、ちょっとお譲りしてもらおうかなと思っております。はい。そうですね。ぜひまあ、あまり。お二人もぜひ見に来てください、それ、植えたときは。そうですね。もちろんです。そうですね。今のデニッシュ缶のお話とかを、前城さんにこう依頼したいなって思ったときは、こうリスナーの皆様はどうやって検索したらいいですか？あ、そうですね。ボローニャの、ネットのサイトから、缶詰パンのオリジナルは購入することができますので、まあもちろんオリジナルじゃなくても通常の、商品もたくさん、掲載されてますんで、そこから、はい、購入できます。素晴らしい。ね、ボローニャパン検索していただいて。はい、あれで、沖縄、リュウボウさんっていう、皆さん沖縄県民だったら絶対知ってるんですけど、リュウボウストアさんにですね、ボロニャのパンを、卸させてもらってるんですけど、あと、半年以内にですね、沖縄でも工場が、ボロニャの立ちますんで、その時は、検索して、ぜひ、現地で購入をしてみたらいいんじゃないかなと思います。焼きたての方が美味しいですよ。焼きたて、いいですえね。え、すごい。すごい。なんかずっと聞いていたいんですけど、お時間がそろそろ。あ、わかりました。今日は乾パンとボロニアパンの、ね、違いっていうのもちょっと分かってよかったですね。ああ、ありがとうございます。よかったです。そしてピンクの山がね、沖縄にできるということで。はい、桜の山を。桜の山を。そうですね、ただ最終的に乾パンの名前の由来はまだわからないんで、ちょっとお便り欲しいなと思いまあ、す。確かに、乾パンの由来は確かに気になりますね。はい。じゃあぜひお便りお分願かったら教えてください、僕にも。いします。じゃあ今日のゲストは、ボロニャパンの前城芳也さんでした。あい、ありがとうございました。い、ありがとうございました。りがとうございましありがとうた。ございま皆しさんた。もありがとうございました。おやはすい。みなさい。どう